どうも、アイチーです。新年度が始まったばっかりなんでね、まだバタバタしてるとこだと思うんですが、そのバタバタがちょっと落ち着いてきて、まあ、精神的にも体力的にもちょっと余裕が出てくると、勉強面どうしよっかなっていう悩みが出てきます。で、その中でも多いのが、結局毎日何勉強したらいいんですかねっていう悩みが多く自分のところに届くんですよ。で、学校でまあ自主勉ノートね、毎日やれっていうね、人もあるところもあると思うんで、まあ、そのね、自主勉ノート何やったらいいっすかねみたいなのもあるんですけど、まあ、その部分、自主勉とかね、自分で勉強するっていうところを、こうやったらいいよっていうアドバイスをね、今回していこうと思うので、よかったらね、最後までお付き合いください。では、早速話していきましょう。で、まずですね、今まで、この YouTube でのね、相談の中でもそうですし、実際教えた時の生徒もそうなんですけど、たくさんの子が、まあ、陥るミスというか、やっちゃいけない、そのなんだろう、負のスパイラルのところにはまるものがあって、例えばさ、こう、まあ、勉強しなきゃなってのは思うじゃん。やんなきゃいけねえなってのは大体思ってるわけよ。でも、それを例えば家帰ってね、じゃあ勉強しようと思って勉強つけ座りました。で、さあ、何しよっかなって、いろいろめくりますよね。まあ、教科書めくったり、ノートめくったりして。で、結構、勉強するものを決めるのって時間かかるんですよ。これ、慣れるまでは。慣れれば全然そうでもないんですけど、まあ、10分、20分使ったりするんですよ、普通に。で、そうすると、勉強する内容を決めるのって、結構疲れるんですよね。で、ああ、決まったー。ああ、ちょっと休憩しよう。みたいな。で、休憩はいいんだけど、休憩しようって休憩したら、その休憩がダラダラ伸びてしまって、まあ、YouTube 見すぎちゃったとかさ、歌聞きすぎちゃったとかさ、なんか違うものにね、欲を、まあ、持ってかれたみたいなのがあって、あれ？こんな時間か、あ、寝なきゃ、みたいな。結局勉強してないじゃんって。で、それが繰り返しちゃうんだよね、毎日ね。で、勉強って、やんなきゃいけないんだけど、やんなくても、そんなデメリットがないっていうか、ダメージを食らわないんだよね、自分にとって。でも、どこで初めてダメージ食らうかっていうと、定期テストで食らうんだよ、初めての。最初のね、定期テスト受けましたと。で、まあ、受けた時でも分かんねえってダメージを食らうし、テスト返ってきました、やっちまったなってダメージ食らうんだよね。で、そこで、ああ、もっと早く勉強しときゃよかったなって思うわけですよ。で、できれば、まあ、一回のテストもね、すごくそれが全部成績に入っちゃうんで、そういう風になってほしくないわけよ。じゃあ、それを防ぐためにどうするかって。それが、ま、個人的に今回みんなに伝えるアドバイスなんだけど、もうね、すげえ簡単です。それは、勉強する内容を、その家で決めるんじゃなくて、学校で決めるの。で、これは前にもね、動画で話してることなんで、あ、まだ言ってるって思う方いるかもしれないんですけど、これ、絶対やってください。学校で決める。もっと言うと、授業中に決めるの。その日勉強する内容。で、どういうことかっていうと、まあ、もちろん、塾で宿題が出されてるとか、まあ、その塾のやんなきゃいけないとか、これやんなきゃいけないってある方は別にいいんだよ。それやってもらって構わないんですけど、何やろっかなって、やりたいけど何したらいいのかなって思う方は、授業を受けますよね、学校で。受けてるときって、例えば数学を例えに出すと、まあ、先生の場所を移すじゃん、こうやって。移して、問題解いてってやるじゃないですか。で、その中で、まあ、先生が言った内容でもいいし、問題でもいいんだけど、まあ、これも全然余裕だわ、って思うときと、うわ、これちょっとやべえなって、難しいなとかさ、なんだろう、間違っちゃったなとか、いろいろあるわけよね。その問題においてもさ、そのできるできないは自分で判断できると思うの。感覚で。で、その間違っちゃったやつとか、やべえ、これちょっと復習した方がいいかなって、難しかったなって思うものを、それを復習したらいいの。家帰ったら。で、そこを印つけておいて、筆箱の中に付箋ってあるじゃないですか。で、付箋を入れておいて、付箋を必ず貼るの。その癖をつける。今、みんなにお願いしたのは、復習した方がいいよって思うもの、印つけて、付箋つけるっていう、その作業だけだからね。で、それを全部の科目でやってください。あ、国数、英理、社ね。5科目ね。基本的には。で、もちろん、いっぱいね、その、勉強得意不得意もあるからさ、全部つけてたらすげえ量になっちゃうって方もいると思うんだよ。で、それを1日帰ってから、部活もあるしさ、その寝る時間もあるし、疲れてるしってあるから、そんな全部できないってこともあると思う。で、その時は、みんなの中で、じゃあ、ちょっと今日ね、そう、最初はさ、いっぱいつけちゃうんだけど、自分の中では大体このぐらいの時間しか勉強できないから、その量に合わせて、復習する順番を決めたらいい。でも、付箋をつけておけば、その、授業を受けた時の感覚、まあ、リアルな感覚だよね。わかんねえって思った時の感覚が一番大事だから。それを、ピンポイントで復習することによって、効率的な復習は絶対できるわけよ。あ、どれにすればいいかなって、後々振り返る必要がないから。
で、そうなれば無駄な時間がカットできるし、その何やろっかなってそう探す体力的なところもカットできる。まあ無駄がなくなるんでね。だからぜひそのまあ5科目、まあ全部じゃなくてもいい、もちろん苦手科目を優先してもらっても構わないんですが、授業中にその日復習するものを決めるっていうのをやってください。で、それのいいところはもう時間的にね、無駄がカットできるっていうこともあるんだけど、実際みんなのさ、前で授業してる先生が大体テストを作るわけよ、定期テスト。まあもちろん担当が2人いたらさ、違う方ってなることもあるけど、その先生が大事って、おい、これ出すぞとかさ、これ大事だから覚えとけよって言ってるってことは、大体テスト出すんだよ、その先生。で、それを大事だぞって言ってるから、じゃあ復習して今日覚えちゃおうぜってこともできるわけじゃん。先生が大事だぞって言ったことって、時間経ったらすぐ忘れちゃうから、あれ、なんか大事って言ってたけどどこだっけみたいな風になっちゃうんで、やっぱり授業を受けた一番タイムリーな、リアルな感覚を持ってる時に決めるの。内容はね。で、これを習慣づけると本当に楽です。楽だし効率的に勉強できるし、いいことづくめです。はい、まあ、勉強しなきゃいけないんだけどね。なのでぜひね、試しでも騙されたと思っても構わないので、ぜひやってみてください。